僕の場合は高校の時にはお姉ちゃんと一緒に住んでて、で大学の時はお兄ちゃんと一緒に住んでたんで、本当家族全員にお世話になってるというか、恩返ししなきゃなっていうぐらいの生活をしてたので、まあでもいろんなこと話するのは大事なんじゃないですかね。まあ、それこそ昨日も電話して、お父さんお母さんお姉ちゃんとテレビ通話とかしたりとかで、たまに兄が入ってきたりとかもあるんですけど、会話するのは大事かなって思いますね。